はいどうもさくんです。今回はこちらをご紹介します、えー。このチャンネルではちょっと久々なんですけど、バスこれの開封レビューをしたいと思います、えー。今回この荷台をちょっと細かく見ていきたいと思います。これが低山観光バス株式会社の塗装なんですけど、もうそこまで詳しくないんですが、 あとこれ、イベント限定品らしいんですけど、京都バスの三菱ふそイヤロスター K、えっ、ー、と、135号車っていうのを開封していきたいと思います。で、まずはこの低山観光のやつなんですけども、でもなんでこれ買ったのかっていうと、このね、この塗装がめっちゃ好きで、あの、以前からね、車で出かけるときよくこの塗装を見てたんで、 ちょっとバスこれにないかなと思ってたら、え第14弾での、えー、とシリーズで何度低山交通はあったので、え最近になってちょっとヤフオクで探してまして、1000円弱で購入することができました。で、この、えー、ナンバープレートの、えー、車体なんですけども、これがあの、東京の 死者の所属の車両でして、え、定山観光ってそもそも、え、本社がね、え、東京にありまして、え、死者がほとんど関西なんですよ、実は <laughs>。これが意外、もうほぼほぼ、これ関西の視点が多いんですけども、え、あえてこれ、あの、本社の東京のね、え、方のえ所属の車両が、 えー、一を収録されております。そこまであの珍しいってわけじゃないんですけど、まあ、配置はこんな感じですねって言いたいけどなかなかできん。<laughs> はい。車内の配置はこんな感じです。えー、2列の、えー、座席が並んでて、えー、4列シートになって。 てます後ろはまあ5人掛けできると。まあ、これ収録はしないですけどまあ補助席ついてるでしょう。この形のバスは昔この遠足とかでよく乗ったと思うので、履いちゃいそうと思います。はい。続きまして、えー、これです。トミーテックが出しているイベント限定品のバス、これなんですけども。えーこ ちょっと説明見ますと、えっとね、エアロスターってもそもそも、あの、標準で作ったものってエアロスター M とエアロスター K があるんですけども、その K を、えっと、採用したもので、え、形式が、え、一応調べてはいたんですけども、U、U-MP 281M という形式になっておりますでこの車体は1990年式だそうです。え生まれはずっと京都バスらしいんですがこれもともとあの京都産業大学の自家用車であのシャトル運用されてたみたいです。 で、これを、あの、京都バスが、あの、買い取って、今、走ってるんか分からんけど、あ、助手済みって書いてるんで、もう廃車かな。廃車してるんだと思います。それの、えー、135号車だそうです。<laughs> えー、とりあえず、このナンバープレートは、えー、京都200のカーの282になります。番号が。 で、この京都バスの、えー、車番としては135ということになります。これ結構古いやつですよね。えー、ここに車紋、えー、京都バスの車紋が入っております。ちゃんとこれ綺麗ですね。中の、えー、レアとこんな感じです。大体のあの路線バスと一緒ですね。その辺は変わりありません。後ろも 二列二列の四列シートで、一番後ろ五人掛けと。だいたいこの辺にね、あの、優先座席とかついてるっていう、あの、路線バスではいつもの流れの感じの配置です。車体の中身こんな感じです。ここだけ多分別でマスキングして塗装してるんであろうという塗装痕が見られます。 えー、窓もこんな感じで、えー、左右でつながっております。後ろがちょっと、あのー、古いなっていうのはわかる。<laughs> それぐらいかな <laughs>。はいという感じでちょっと京都とかにあの関わるような、あのー、バスなんですけどね、今回買ってみたの。 まあこれを買い出したらあの京都市バスも買いたくなってくるかなと思うんですがなんか京都市バスはもう定番の定番やなということで今回ちょっとあのマニアックすぎるもの2点選んでみましたというわけで今回はバスコレの第14弾に入ってました「フソエアロ」の低山観光バスと イベント限定品のバスコレの京都バス135号車の三菱不うエアロスター K の開封レビューでした。画面の概要欄よりチャンネル登録できますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。また高評価のグッドボタン、Twitter、ブログ、インスタグラムフォローもお願いいたします。